岩本初恵の半年後最高の自分になる。皆さん、経営学の始まりです。私たちはですね、運がいい人と悪い人がいると思うんですけど、どんな風に生きると運が良くなるかをちょっと今日お話ししたいと思います。天がですね、見放さないような生き方をすればいいんですよね、結局は。で、その天が見放さない生き方をするっていう、天が見ているような生き方っていうのが一番基本なんです。これ、いつもですね、なんか悪いことしたら、こう、お天道様が見ているとか、昔の人ってよく言ってたと思うんですね。罰が当たるとか、なんかお天道様に申し訳ないと思って常に行きなさいよとか、これがですね、ずっと守り通していると、やっぱ運気が上がっていってるんですね。だから皆さんも、天が見ているなと思う生き方を常に心がけていくところに、実は自己向上につながっていって、笑顔につながっていって、明るい人につながっていって、そして運のある人につながっていって、お金に縁がつながっていってというようになっていってるんです。だから皆さんも、毎日その何も考えずに巣になって、こう、汽車に乗ったり、バスに乗ったり、車の運転したり、会社まで通勤したり、巣になってなんか仕事したり作業になったり、なんかもう誰からか見られている意識もなく、こう毎日コンスタントにこう仕事して、家に帰って買い物して、もう巣になるっていう生き方が身についてると思うんですけど、それでは普通の人生で普通の生き方になって、普通の運気しか上がらないって言われてる。だからこの天が見ているような、見られていると思って、お天道様は犬の糞でもこう光を当ててくださるっていうぐらい、お天道様を意識して常に生きると、やっぱ犬でも助けてもらえるっていうのをずっと聞かされてたんで、皆さんも天が見ている生き方っていうのをちょっと心がけてみてください。そうすると、じゃあ何をしていったらいいかって言ったら、素で生きらないということと、実はですね、これ学生時代よりも勉強することが、実は天が見て味方してくれる生き方につながるんです。お天道様っていうのは、自己向上しようと思って一生懸命頑張っている人の味方をするって言われてるんですね。で、それも勉強して一生懸命人の役に立って、なんかいろいろこう癌にいいっていうものを研究したり、なんかいろんなものをこうずっとこう研究して実験して、もうどこまでも貫いてっていう人がやっぱり表彰されるぐらい、お天道様も自己向上していって、自分でこう天が見ているような生き方をしていって頑張っている人をやっぱ応援してくれるっていうのがやっぱあるんですね。だから社会人になってからの勉強が一番大事なんで、今までは学生気分で素になって自分の今しないといけないことだけをこうしてたと思うんですけど、これからは人の役に立つ本を読んで、人の役に立つような動きをして、で、お天道様がこれは褒めてくれるだろうなって思うぐらいの夜寝ると全然違うんです。だから日中はお天道様から見られてる、太陽が当たってると思っていける。で、寝る時には今日一日お天道様が褒めてくれるような、よう頑張ったなと思って寝る。朝起きたら今日もお天道様に褒めてもらおうと思っていける。これの繰り返しが、実は運気が上がっていって前向きになっていって、何をやってもうまくいくような人生になるって言われて、これが一番皆さん分かってるようで分かってないから、波乱万丈の人生を歩く人と、何をやってもうまくいく人と分かれていくって言われてます。で、大なり小なり、いいことも悪いことも振り子の状態で誰でも平等と私言ったと思うんですけど、悩みもですね、平等に起きるんです。でも社会人になってお天道様が見ているような生き方をして勉強していくと、この悩みにでさえ感謝できるようになっていくんです。
だってこの悩みがなかったら自分にとっては勉強にならないし、この悩みがあったおかげでそれを乗り越えたものが自信とつながっていって、この悩みがあったから同じ悩みで低迷せずにフラフラせずに生けていけるし、この悩みがあったおかげで自分の人生に花が開いていくと思えるようになっていく。だから皆さんも今まで悩みがあったら取っ組み合って、なんか面白くない顔をして、なんかもう自分だけなんでって言って世の中を悲願で、うまくいっている人のその悪口を言ってって言って自分の感情を落ち着けてた時代から、この悩みにでも関係できるようになったら、どん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 人生が良くなっていくっていう決まりがあるんです。だから皆さんもまず初めはお天道様が見ていると思って生きてみてください。でお天道様は犬の糞でも何でも照らして消毒してくれて、匂いさえ消してくれるんですね。だから私たちの失敗したものも、何回となくも穴に入りたいような臭いものでも、何回やり損ねたものでも、人を傷つけたものでも、お天道様が照らしてくれて浄化してくれるんですね。だからそう思ったら、次から次人の役に立つ自分を作っていこうと、前からずっと思ってた人の役に立つのは何かなっていうのを考えたものを形にしていこうと思ったら、勉強するしかないんです。で勉強していって褒めてもらえるような生き方をするしかないんです。それには日中はお天道様が見ていると思って生きる、夜になったらお天道様から褒めてもらえるような生き方を今日やったなと思ってお休みする、で朝になったら今日も褒めてもらおうと思って頑張って生きていく、この繰り返しが自分の願望なり目標なり人の縁なりお金に縁がちゃんとつないでもらえるように運気が上がっていきます。これが開運法です。ちょっと試してみてくださいね。またねー。